旧金谷レース工業は、群馬県気流市東久方町一丁目にある、旧会社事務所と、ノコギリ屋根工場からなる、近代建築である。気流市には、多くのノコギリ屋根を持つ、織物工場があるが、レンガ壁を持つ、ノコギリ屋根工場としては、気流市で、唯一の原存例である。1998年12月11日に、事務所と、ノコギリ屋根工場が、 国の登録有形文化財となった。ノコギリ屋根工場は2008年にベーカリーカフェとして改装された。金谷レース工業のノコギリ屋根工場は、金谷義次郎が設立した金宝織物工場として1919 19年に建築された。外壁のレンガは埼玉県深谷市の日本レンガ製造者製である。建築当初のノコギリ屋根工場は五連であったが、 北側の人棟を撤去して骨作りのノコギリ屋根工場を新設したため、現在は四連となっている。昭和初期には、レンガ工場の西側に洋風の事務所棟が増築された。ノコギリ屋根工場は2008年に改装され、パン製造販売、飲食店のベーカリーカフェレンガとなった。 ノコギリ屋根工場と事務所がそれぞれ、金谷レース工業株式会社のコギリ屋根工場、金谷レース工業株式会社事務所の名で、国の登録有形文化財に登録されている。紀リ四国登録文化財、一覧2011年11月28日閲覧。ありがとうございます。